アニメ、ゲーム作家。と、学会運営委員。東京都大田区生まれ、大阪府育ち。埼玉県所沢市在住。男性。本名は、大田孝一郎。石井被災地の影響を受けて、漫画を描き始める。石井のファンクラブも主催していた。大阪府立利根山高等学校卒業後、石井の後輩となるべく、関西大学社会学部を受験するが失敗。 アニメの脚本家を志願して、大阪アニメーション学院アニメーション科に通い、そこで、真部ジョージと知り合う。西原孔明のペンネームで、石井被災地原作のテレビアニメ、おじゃ漫画、山田くんの脚本を執筆。眠り殿が名を挙げたのは、アニメのパロディ漫画によるものである。テレビアニメ、魔法のプリンセスミンキーモモの、施設ファンクラブ、施設ミンキーモモ講演会を主催して、 同人誌を発行。1983年から各アニメ雑誌にアニメをパロディ化した4コマ漫画を連載。この当時より、岡田敏夫やミンキー・モモのキャラクターデザイナーである、足田富夫とは、親交があり、1990年代以降の岡田の会社ゼネラルプロダクツでのパソコンゲーム制作、足田のスタジオライブとのメディアミックス企画へと、繋がっていた。1995年、 岡田敏夫、唐沢俊一と共に、オタク芸人ユニット、オタクアミーゴスを結成。1996年4月1日、ニフティサーブコメディフォーラムに3名が、共同議長を務める会議室を設置した。2007年、足田が立ち上げた、日本アニメーター、演出協会において、立ち上げ当初の経理事務を担当。2016年2月、 同月締め切りのファンディ募金に続き、自作ゲーム、萌え、ナチス少女ゲッペルスちゃんの制作資金をエンテで募集開始。ペンネームは、ミンダナオ島に由来する。名前に使えそうな地名を探して、気軽につけたとのこと。旧ペンネームには、ミンダ、ナオ、ナーダがある。本名の太田光一郎の名は、岡田敏夫が当時関係していたガイナックス制作の、OVA。 トップを狙えの男性キャラクターに使われた。ありがとうございます。